アルミン・シュバルツはドイツ・フランケン地方出身のラリードライバー。1996年のヨーロッパラリー選手権チャンピオン。オーストリアに在住しており、2人の子供がいる。そのうちの1人のファビオはラリードライバーである。2004年 WRC フィンランド1983年にラリーデビューしたシュバルツは、1987年と1988年に、 地元のラリー選手権で優勝した。1988年に世界ラリー選手権にデビューし、1990年にはトヨタチームヨーロッパと契約した。1991年にはオーストラリアで初の表彰台、スペインで WRC 初優勝を飾った。1993年は三菱へ移籍し、好成績を残した彼は、 東京バルターロールの後継者と目されるほど脚光を浴びた。純風満帆かと思われたが、1995年、スペインにおいて、リストラクタースキャンダルが発覚し在籍していたフルストヨタが活動停止処分を受けたため他のワークスシートを見つけられず、WRC の一線から退いた。1996年は、WRC 活動を休止し、そのつなぎとして、 アークに参戦。後に、ディディエ・オリオールのコドライバーとなったデニス・ジローデとコンビを組チャンピオンに輝いた。1997年、WRC に復帰し、フォードに移籍した。この時の最高順位は、ポルトガルの3位である。しかし、アルゼンチン以降はスポンサードを得られずに終わり、ユハ・カンクネンと交代する形でフォードを後にした。 1999年から2001年までシコダに移籍してマシン開発に注力、その回もあって2001年のサファリラリーでシコダ初の表彰台3位に輝くなどの活躍を見せたりもした。2002年から2003年はヒュンダイへ移籍、2004年にシコダイへ復帰するが目覚ましい戦果は上げることはできず2005年最終戦のオーストラリアで WRC 引退した。 翌年の2006年は、シュコダのレッドブルチームのチームリーダーに就任し、開発等に携わった。2014年と2016年には、サンマリノで開催された、ラリーレジェンドに、かつてのワークスカーであった、シトルエンクサラ WRC と、トヨタセリカ GT-4 で出場した。ありがとうございます。